おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。今回は、長野電鉄の、夜間駅を、プラレールで、再現してみたいと思います。では、行きまーす。まず、一面一線の駅を、作ります。湯田中方面には、踏切や、ガーター橋などの、レールをつなげていきましょう。長野方面にも、レールをつなげ、さらに、坂曲線レールをつなぎ、夜間瀬川の鉄橋を再現します。あとは、造形部品の木や架線を置いたら完成です。どうでしょうか？それでは、車両を置いてみましょう。いかがでしょうか？夜間瀬駅の完成です。早速、湯煙号を走らせてみましょう。ご意見、ご感想などございましたら、下のコメント欄にてご連絡ください。他にも、Twitter や Facebook もございます。人気動画や関連動画は、下の概要に記載しておきます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。